おつかいチャレンジ徳山商店街。皆さんは子供の頃おつかいをした思い出ありますか？買い物に自家用車を使うことが増えた現代、徒歩でおつかいをする機会も少なくなりました。おつかいは親が助かるだけでなく、子どもの自信や自立心を向上させます。そんなおつかいにチャレンジした子どもたちをご覧ください。今回のおつかいチャレンジを企画したツナ缶の石田さんにお話を聞きました。私たちは人と人との縁をつなぐという意味でツナ缶という団体でやっております。でもっともっとこの町の人たちがいろんな人と手と手を取り合って町を盛り上げていくとか、楽しいことをしていくとか、そんな気持ちが広がっていってほしいなというふうに思ってやっています。以前から徳山商店街でいろんなイベントをやってきましたけども、親子が楽しめるイベントをもっとやってみたいなというふうに思ったのがきっかけです。そして私自身この町に引っ越してきて、子連れできてこの商店街がすごい好きになってしまったので、でも普段お買い物に来る方で親子連れがなかなか来ないなという印象を持ってました。ですのでもっともっとこの町の楽しいところを親子に知ってもらいたいなと思ってこの企画を立ち上げました。この番組を見た人が、あ、私の子供も初めてのおつかいやってみたいなって思ってくれたりとか、もしくはこの番組に移ったお店に私たちも行ってみようかなっていうふうに、もっともっと徳山商店街に興味を持ってもらえるような、そんなふうに思っています。おつかいチャレンジでは徳山商店街によるお店で実際にお買い物をしてもらいます。ピピをスタートゴールに、徳山商店街の決められたお店でお買い物をします。参加する子どもたちは徳山商店街は初めてなので、事前に街歩きツアーと称して商店街を下見します。その後お父さんお母さんと一緒にお買い物をすると伝えていますが、実際は急に仕事が入ったので一人でお使いに行ってもらうように促します。あと番組からちょっとしたいたずら、スタート直後の銀座通りにトラップを仕掛けました。知らないお兄さんがお菓子をあげると声をかけます。子どもたちはお菓子の誘惑に負けずに断ることができるでしょうか。撮影当日は商店街でお祭りが開催されていて、多くの買い物客でにぎわっています。お使い中に子どもの危険がないように見守りたいとして、地元中学生が参加してくれました。最初にお使いチャレンジするのは、この春に小学2年生になった藤村龍太郎くんです。お父さんとバスケットをするのが一番好きというお父さん大好きな男の子です。僕から見るとなんか非常にこう内気 なようには見えるかなとは思いますけど、まあ聞き分けのいい子だと思いますので。お使いに行くっていうのは不安ではないですか？いや不安です、やっぱりめちゃめちゃ不安じゃあるんですけど、まあなかなかできる経験じゃないので、まあやってみて、まあ成功したら嬉しいですし、まあ多分失敗しても嬉しいのかなというふうに、思います。習字、あ、今習字頑張ってる。どんな字書くのが好き？に、にな、に、なんでにが好きな？にだから、にだから今回はトラップを仕掛けるので、こんな質問もしてみました。道でお菓子あげるよって言ってきた人がいたらどうする？行かない。行かない、もらわない。誰か教えてもらった？小学校で先生に言われた。街歩きツアーから龍太郎くんが帰ってきました。これからお父さんとお買い物をすると伝えていますが、鶏あんでもも肉を500で、ニシン屋さんは？お父さんに急な仕事が入ったため、龍太郎くんにお使いに行けるか話します。ちょっと龍ちゃん、パパお仕事になったけ、一人で行ける？一人で行ける？一番最初行くとこは？ニシン屋さん行って、何、西屋さんって何かな？
みかん。みかん。1パックね。で、蒸し。みかん5個。いける？よし。まあ、パパお仕事すぐ終わるだろう。龍太郎くんは嫌な顔せず、お使いを引き受けました。お父さんの言う通り、聞き分けがとても良いですね。龍太郎くんがお使いするのはこちらです。今のお気持ちいかがですか？いや不安ですねやっぱりめちゃめちゃ不安です。他の人とこう喋ったりとか、聞くこととかを恥ずかしがらずに、やってもらえたらなと思います。知人ですか、自分100点ですね。満点だとやって帰ってこれると信じてます。そうですか。りゅうちゃん頑張ってね。龍太郎くんのお使いチャレンジスタートです。この先どのようなことが龍太郎くんを待ち構えているのでしょうか。番組が用意したお菓子のトラップです。果たして龍太郎くんは断ることができるでしょうか。どっちのお菓子が好きか聞いてるんだけど、どっちか食べてみる。どっち食べてみるちょっとこっち食べようか。あっさりとお菓子のトラップに引っかかっちゃいました。おいしい。どっちが好きだ。どっちが好きだ。ありがとう。こっちの方が好きだね。今からここに行く。知らない人からお菓子はもらわないって言ってましたよね。でもお菓子を見せられたら食べちゃうよね。意地悪なことしてごめんなさい。でも知らない人から物をもらうときは気をつけてね。お菓子トラップには引っかかったけど、お使いは順調です。最初の目的地、八百屋のミシン屋にはしぐらです。中央街にあるミシン屋は地元の方々に親しまれている八百屋さん。旬な野菜や果物がいっぱいあります。龍太郎くんは頼まれたものを探せるでしょうか。ミシン屋に到着しました。そうそう、ミシン屋ではみかんを買うんだったよね。でもちょっと大きいよね。それオレンジかな。あ、リュックに入れるから、それはすいませんでしたお店の人に買ったものをリュックに入れてもらうように伝えました。お父さんは龍太郎くんを内気な性格と言ってたけど、きちんと意思を伝えられるしっかりした性格ですね。続いては福パンに向かいます。道に迷うことなくしっかり歩いています。パンにやってきた龍太郎くん。2年前にオープンしたばかりの蒸しパン専門店。季節限定のオリジナル蒸しパンをはじめ、いつも10種類以上あって、どれを買おうか迷ってしまいます。ここでは蒸しパン3個を頼まれてたね。ちゃんと3個蒸しパンを買えたね。一般でも買ったものをリュックに入れてもらうようにお願いすることができたね。お釣りをもらうのを忘れてるよ。慌ててお姉さんが呼び止めます。お釣りをもらって買い物終了です。続いて揚げたての唐揚げが魅力のトリアンに来ました。トリアンではもも肉 500g 買うんだよね。きちんと注文することができるかな。ちゃんと注文できたようです。お金の支払いも慣れたものです。唐揚げができるまでしばらく待ちます。
初めてのお店なのに緊張することなく、しっかりとお使いできています。唐揚げを受け取り、いざ次のお店へ。次に向かったのは中央街にある老舗の和菓子屋、山崎菓子舗です。お菓子ください。お菓子どれにしましょうか。一口サイズでカラフルな小菊まんじゅうが人気。動物クッキーもあるんです。山崎菓子舗では好きなお菓子を買うんだよね。山崎菓子舗でも買ったものをリュックに入れてもらうようにお願いできたね。お使いは残すところあと1箇所、駄菓子カフェだけだね。最後のお使いで駄菓子カフェに到着。これでお使いは全てできたね。あとはお父さんが待つピピに行けばゴール。お父さんの喜ぶ顔が目に浮かびます。ピピに戻ってお使いの報告です。お、みかんも買えた。リュックにちゃんと入れてもらった。リュック入れてくださいって言って。すごいじゃん。よいしょ。ここ1個もらおうかな。うまい。今日これ特別うまいかも。本当にやっぱり今までで一番おいしいかもな。本当にルータロー君の成長ぶりに感動しているお父さん、感極まって少し涙ぐんでいるようです。こんなできるんだ。ママに後で一口満足。やっぱりお子さんの成長感ありますか。いやー、これはちょっといい体験だったなぁと思いますね。今までちょっと感じることもなかった。感動がね、やばいと感じてる。すごい嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。今の気持ちはどうですか。嬉しい。お菓子トラップに引っかかったことを聞いてみました。途中、お菓子くれるおじさんがいると思うんだけど、知らない人から声かけられたら、あって言ったじゃないですか。忘れてた。忘れてた。まあよかったよ。はい、せーの、お使い大成功。続いてお使いしてくれるのは、今回唯一の女の子、角田ほのかちゃん。自宅ではトランポリンがお気に入りの元気な女の子。今年から小学生。今はタブレットでのお絵かきやお勉強にハマっているんだって。一言で言うと、はい、自由人です。自由。もう本当自分の興味があることに対して、うん、もう突っ走るタイプ。この4月から1年生になるので、
学校に行くのも一人で行くことになるので、その前にちょっとあの練習がてらでチャレンジしてもらおうかなと。チャレンジすることってやっぱ勇気のいることだと思うので、その頑張ってできたよってことを自信につなげてもらったら嬉しいなと。じゃあ小学校に入って何を頑張りたいですか？国語算数頑張りたい。声かけられたらどうする？いらない。いらないっていう？絶対言わない。言わない。いる。いる。いらない。あ、いらない。間違えた。最後は大好きなお父さんの似顔絵を描いて、はい、ポーズ。あー、はい。下読みとかあったの？ほのかちゃんが街歩くツアーから戻ってきました。あれ、なんだか元気がないようです。お母さんから一人でお使いに行ってとお願いされて少し不安になっているようです。お母さんが説得しますが、なかなか勇気が出ないようです。ほのかちゃん頑張って。足を3つ入れといて。そんなほのかちゃんにお母さんがお守りをプレゼントしました。さあ勇気を出してお使いにチャレンジだ。しぶしぶお母さんについていくほのかちゃん、今にも泣き出しそうです。お母さんの懸命な説得でなんとか外に出ることができましたが、果たしてお使いに行くことはできるでしょうか。いけるいける。大丈夫だって。行ってみよう。なんで？じゃここでもう一回さ、そこで待ってみようか。駄菓子屋さんまで一緒に行って。駄菓子屋さんまでママ一緒に行けないんだよ。いや。話ししんといけんからさ。頑張って行ってきて。いや、大丈夫。できるけ。お使いは無理かもしれないという雰囲気でしたが、ある作戦を考えました。買い物に一緒に同行してくれる助っ人を準備しました。どうですか？ママの友達のさ、ユミコちゃんがおるやん。わかる？ママの会社のお友達のユミコちゃんが。だね、ママちゃんに会いたいなって言ってね、スミヤさんのところにね、ちょうど今いるんだって。あれよ、コンペイトーのとこ。スミヤにほのかちゃんも知っているお母さんのお友達がいるから、そこまで一人で行くように説得します。スミヤと行きたいよ。ユミコちゃんがスミヤに行ったら待ってるから、ね、スミヤまでね、行ってみて。わかんないよ。スミヤに行ったらいいじゃん、一番初めにね。じゃあここでずっと待ってて。ここでママずっと待っちょくけ、大丈夫。ほのちゃんのことずっと見ちょくけ。大丈夫、大丈夫よ。ね。よし、じゃあスミヤに行ってこよう。ね、じゃあここでずっと待って、ずっとここで待っちょくよ、大丈夫。あ、なった、よし、行っておいで。いってらっしゃい、ほのちゃん。時間はかかりましたが、大きな一歩を踏み出したほのかちゃん。今年から小学校に行くんだもんね。お姉さんになるんだもんね。勇気を振り絞ったその先にはきっと素敵な未来が待っているよ。ほのかちゃんがお使いするのはこちらです。無事に出発してくれてほっとしてます。まあ、一人でやっぱお買い物も行ったことがないし、で今回横断歩道も初めて一人で渡ったので、ちょっと不安でしたけど、これから小学校行くのでそのためにもちょっとまあいい経験になったかなと思いました。そうですね、どうですかね。多分笑顔で帰ってきてくれると思います。ほのちゃん頑張って、応援してるよ。お母さんの応援が届いたのか、ほのかちゃんしっかりした足取りです。こんにちは。そんなほのかちゃんにもお菓子トラップの魔の手が迫ります。お使いしてんの偉いね。
今ね、これお菓子ね、どっちが好きかみんなに聞いてるんだけど、ゆかちゃん食べていく？食べてみる？お使いいく？頑張ってね。トラップの男性に声をかけられましたが、ほのかちゃん、しっかり断りました。知らない人に声をかけられても断るって言ってたもんね。ほのかちゃん、偉い。ほのかちゃん、銀座通りをまっすぐ進み、中央街の入り口にやってきました。間違えずに曲がれるかな？そう、その通りが中央街だね。間違えずに曲がれました。中央街の交差点を右に曲がったら最初のお使いポイント、和菓子店のスミヤですが、あれ、ほのかちゃんまっすぐ行っちゃった。スミヤはこっちだよ。お母さんのお友達が待っている予定だったのに。ほのかちゃん地図を見ながら進んでたんだけど迷っちゃったのかな。銀杏街を西に進みます。ついに鳥山まで来てしまいました。さすがに違うと着いたのか、銀杏街を東に歩き出しました。辺りをキョロキョロ見回して、一生懸命にお店を探します。ほのかちゃんが何かを見つけました。お母さんからお使いを頼まれた福パンです。お目当ての商品見つけることができたね。100円だけ、100円だけかね。落ちたの100円だけかね。どう？お金を落とすハプニングはありましたが、無事お金も払い終えました。この地図わかる？お母さんのお友達が待っているスミヤの場所をパンのお姉さんに聞きました。あそこの細い道まっすぐ行って、で出て、ちょっと物がいっぱいあるけど、あそこの細い道まっすぐ行って、そこちょっと高いけど。あそこのね、あそこの隙間をね、あそこの細い道、あ、そこで行く？ここ行ってらっしゃい。クパのお姉さんに教えてもらった道を通って、ほのかちゃん中央街に戻ってきました。あたりをキョロキョロしながら不安そうなほのかちゃん。間違ってないよ、もうすぐスミヤだよ。知り合いのお姉さんが待ってるよ。ようやくお姉さんに会えて一安心。お使いを済ませて早くお母さんのところに帰ろう。老舗の和菓子屋さんです。定番の和菓子の他にお赤飯や厚焼き卵のサンドイッチも人気です。スミヤではコンペイトを買うんだよね。看板犬ののんちゃんがほのかちゃんをお出迎え。でもほのかちゃん犬が苦手のようです。これは
ください。はい、いらっしゃいませ。ごめんね、お店留守にしてて。いらっしゃいませ。こちらですね。はい、350円です。犬逃げてた。うん、大丈夫、戻ってくるから。のんちゃんが戻ってくると聞いて気にするほのかちゃん。でもちゃんとお会計できたね。じゃあお預かりします。えらい。ここ行ったじゃん。あとここ。ちょっと行こっか。じゃあ連れてってくれん。でもさ、そこわかんないよ。続いてミシン屋でお買い物だね。ミシン屋では大好きなイチゴを買うんだよね。好きなイチゴ、すぐに見つけることができたね。あとね、最後にお菓子屋さん。だって学校になったら。お姉さんと一緒、心強いね。手をしっかり握りながら、最後のお店、駄菓子カフェに向かいます。楽しみにしていた駄菓子カフェに到着しました。駄菓子カフェは駄菓子屋さんとカフェがミックスされたくつろぎのお店。コーヒーやジュース、ソフトクリームもあるんです。駄菓子を選ぶのって楽しいですよね。何個選んだの？これでね、4つにしてあげるから、これとこれで4つ。はい、はい、ありがとうございます。またいらっしゃい。最後のお菓子も無事買えました。ここでお姉さんから提案です。帰りはさ、一人で行った方がさ、ママ喜ぶと思うんだ。ほのちゃんちょっと勇気出して頑張ってみようね。一人で、ちょっと教えるけど、ちょっと待ってね。最後は一人で行くと力強く言ったほのかちゃん。今回の経験で確実に成長しています。大変だった。よし、行ってください。バイバイ。信号が青になりました。ほのかちゃんにもう迷いはありません。お母さんが待っているビビはもう目の前です。大好きなお母さんに抱きついてゴールです。途中からはお姉さんと一緒だったけど、最初は一人でお使いしたんだもんね。ほのかちゃんすごいよ。最初さ、すごいじゃん。はい、よくできましたね。頑張りましたね。もうお買い物行ける？わかんないか。ね、はい、よく頑張りました。お疲れ、頑張ったぞ。最後に挑戦してくれたのは鈴木ひろとくん。この春から小学校に通い出しました。最近自転車の補助輪が取れたので。公園などで自転車に乗るのが大好きなんだって。そうです。何でも結構やりたがるとか、頑張って挑戦したいっていう子なので、今回のお話をもらった時も、すぐやりたいってやってみたいって言ってたので、挑戦する子だといつも思ってます。はい、スイミングです。
おお、スイミング得意なのは何？泳ぎ方。背泳ぎ。お、背泳ぎが好きなんじゃ。一人でお使いできると思いますか？はい。お、自信ある？うん。お使いに自信を見せていたひろとくん、出発前にお母さんとお使いについて打ち合わせをしています。一号ここでお願いします。よし、行ってきます。さあ、それではお使いという名の冒険にスタートです。大好きなお母さんに見送られて、ひろとくん元気よく出発です。ひろとくんがお使いするのはこちらです。ドキドキします。なんかさっと行ったので大丈夫なのかなと思うんですけど、やっぱりドキドキしてます。はい、緊張してるけど頭にいろいろ入ってるとは思うんですけど、もし分からなかったらもう勇気を出してみんなに聞けるようになってほしいなと思うので、分からないことは周りの人に聞いてくれるようにそこを頑張ってほしいです。あとお金、そう、お買い物はちょっとさせたことがないので、お金とかは大丈夫かなって、それは不安です。ひろと、今日は勇気を出してお使いのチャレンジをやってみようって言ってくれて、嬉しかったです。多分大丈夫だとママは信じてるので、ここで待ってます。頑張ってください。順調にスタートしたひろとくん、最初に待ち受けているのはお菓子トラップです。ここまでは一勝一敗。さあ、ひろとくんはどうでしょうか？お手伝いしてるの？あ、すごいね。今ね、お菓子どっちが美味しいか選んでもらってるんだけど、よかったら食べてく？食べてみる？ちょっとこっち来てみよう。ひろとくん、あっさりお菓子トラップに引っかかってしまいました。キノコのチョコなんだけど、よかったら食べてみて。じゃあ、食べる。美味しい。どっちが好き？キノコの方が好き。よかった、ありがとうね。仕掛け人のお兄さんを信用しちゃってるみたい。お菓子美味しいからしょうがないかな。さあ、気を取り直してお使い再開です。地図をしっかり確認しながら足早に歩きます。中央街に入り右折。ひろとくんに迷いはありません。最初のお店、スミヤに到着しました。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。何しましょうか？一団子です。これを3本ください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ390円です。はい、じゃあ400円預かりますね。お母さんはお金の計算を心配していましたが、ひろとくんしっかりお買い物できました。はい、どうぞ。ありがとうございます。気をつけてね。最初のお使いは無事クリア。続いてはミシン屋でお買い物です。いちごとじゃがいも、さつまいもを買うんだよね。これでいいかね。よっしゃ。はい。ね。ね。これ500円もらうんだね。いちごを買うことができました。ありがとうね。はい、あとはじゃがいもとさつまいも買ったら終わりだね。あれ、ひろとくん、お店を出ちゃうの？あれ？何か忘れた。ひろとくん、何か忘れたことに気づきました。もう一度お店に戻ります。
ちょっとじゃがいもとさつまいもを忘れて、あ、じゃがいもとさつまいも、これとこれをください。はい、大丈夫かね。じゃがいもとさつまいも買うことができてよかったね。みんなのだったかな。ちょっとこれ重たい。次の目的地福パンに向かうと思いきや、リュックを下ろしたひろとくん。リュックに野菜を入れました。そうすると歩きやすくなるね。賢い。銀杏街にやってきたひろとくん。クパン見つけられるかな。お祭りセット。お祭りセット、はい、ありがとうございます。400円ですね。はい、カバンに入れようか。うん、うん、こっちとこっちとカンパンに入れて大丈夫。はい、OK。 はい、ありがとうございます。さあ、福パンでのお買い物も終わったし、あとは駄菓子カフェに行ったらお使い終了だね。これ、あ、もうこっちだ。あれ、そっちは駄菓子カフェじゃないよ、ひろとくん。道間違えてるよ。果たしてひろとくんはどこに向かっているのか。ここまでは順調だったけど、道忘れちゃったのかな。迷わず入店したのはトリアンです。トリアンでお使いは頼まれていないけど、どうしたのかな。こんにちは。軟骨を一つ。軟骨を一つください。275円ね。200。軟骨を注文したひろとくん、出来上がるまでじっと待ちます。軟骨を購入し、ひろとくんはどこに向かうのでしょうか。もしかして一人でお買い物が楽しくなってきたのかな。他のお店も寄ったりしないかな。地図をしっかり見ながら駄菓子カフェを目指していました。無事に駄菓子カフェに到着しました。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。ご褒美のお菓子を真剣に選ぶひろとくん、ようやく決まったようです。選んだ、はい、ここ行って、ちょっとじゃあね、6個だね。200円いただきますよ。はい、1つだね。はい、200円ね。ちょっと待ってね、レシートあげるからね。いいかね。はい、ありがとうございます。大丈夫？はい、ありがとうございます。
リアンに寄ったのは予想外でしたが、お使いバッチリだったね。ただいま。困ったことはなかった？うん、ちょっとお金のところだけど。お金のところがちょっと？これな、うん、これ何？軟骨。軟骨？うん、これどうしたん？トリアンで買った。トリアンで買ったの、うん、そうなんだ。唐揚げ買いたかったから、うん、そうなんだ。自分で行ったの？ほ、うんと、うん、ママどこ行ってた？1、2、3、3つだったじゃん。だけど行きたかったんだ。ほ、うんと、いいね、美味しそうだね、見てるよ。何なのこれは。でもなんて言って頼んだの？これこれくださいって言った。なんて言うやつ？美味しそうだね。ありがとう。トリアンはちょっとびっくりしたんですけど、うん、でもそれも自分の意思でちゃんと行きたくて行ったっていうのを聞いて、間違ってたわけじゃなくって自分で行きたかったっていうのを聞いたので、あ、それならば納得というか、あの、心配してたんですけど間違ったのかなと思って、ドキドキしてるかなと思ってたんですけど、自分で行きたかったんだったらそれで成功かなと思って、大成功だと思います。お使い大成功。今回協力してくださったお店の方にお話を聞きました。まあなんか可愛げがあって、なんか初めて感があってよかったんじゃないですかね。いや、あの、皆さんそれぞれにあのハキハキしてらして、うん、お釣りの計算っていうか、お買い物の計算も自分でちゃんとお金も出せるような子供さんだったので、あ、もう最近の子供さんはすごいなと思いました。ちっちゃい頃から商店街にね、親しんでいただければいいと思います。うん、私子供好きだからね、すごく嬉しかったですよ。しっかり、うん、お買い物できました。うん、できてますね、うん、きちっとやってるね。やっぱり今頃の子ってすごくいいね。またね、うん、やってほしいね、何回でもね。あ、楽しいんじゃないですかね。もうお年寄りがこの辺りも多いですからね、ちょっと小さいお子さん来られたら賑やかになっていいと思います。はい、はい、あの、とても可愛らしくて、はい、ちょっとしたハプニングもちょっとあったりして、はい、とても楽しかったです、見ていても。はいですね、定期的に、はい、されると面白いかなとは思います。はい、もうとても素晴らしい、あの、企画で嬉しかったですね。はい、なんかみんなしっかりしててびっくりしました。はい、徳山商店連合協同組合青年部会長のひろやさんにお話を聞きました。最初は小さいお子さんが無事ちゃんとできるのかどうかっていうところは不安はあったんですけれども、まあいろいろお店の方のご協力とか周りのサポートの方もあって、あの、事故なく終われてよかったなと思います。あの、子ども向けのイベントとかそういった企画をやることによって新しいお客さん来てくれるきっかけになるような、そんなイベントを今後もいろいろ企画していけたらいいなというふうに思っています。今回の初めてのお使いチャレンジはいかがでしたでしょうか。大人にとっては何でもないことでも、子どもにとっては全てが初めての体験、ドキドキの連続です。今回の経験で一回りも周りも成長できたことでしょう。頑張った3人にどうかエールを送ってください。